ユニフォーム姿の野球選手野球ユニフォームは野球選手が着用するユニフォーム。シャツ、アンダーシャツ、パンツ、帽子、ストッキングなどによって構成される。チーム全員が揃いの服装で試合に臨んだ最初のチームは近代野球ルールを考案したアレキサンダー・カートライトが1845年に結成したニューヨーク・ニッカー・ボッカーズである。 ユニフォームのレプリカまたオーセンティックモデルや派生したブランド商品の売り上げはプロチームの大きな収入源となっている。ニューヨーク日課ボッカーズと対戦相手のチーム1858年新シシナティレッドストッキングス1868年1849年4月4日の試合においてニューヨーク日課ボッカーズが史上初めて揃いのユニフォームを着用した。 その時の服装は、青いウールのズボンと白いフランネルのシャツ、そして、麦わら帽子であった。日カボッカーズのユニフォームはその名称とは裏腹に、くるぶしまである、通常の超ズボンであったが、現在まで続く、膝丈のパンツに、ストッキングという様式を、初めて採用したのが1867年に、誕生したシ、シナティレッドストッキングスである。レッドストッキングスは、 最初のプロ野球チームとして各地を興行し、その後の野球ユニフォームのスタイルを決定づけた。ユニフォームを着用するという慣習はすぐに広まり、1900年までにすべてのメジャーリーグベースボールチームが採用した。レッドストッキングスが採用したことで初期の標準型となっていた胸当て付きのシャツは1897年のボストンビーイーターズを最後に姿を消し、 以降は現在にまで続くシングルブレストのボタンフロントが主流となっていった。2012年のニューヨークヤンキースのユニフォーム左のピンストライプのユニフォームがホーム用右のグレーのユニフォームがビジター用プロ野球の球団はホーム及びアウェー用に2種類以上のユニフォームデザインを用意しており多くのチームは白色を元色とするホームゲーム用にニックネーム 灰色その他の色をベースとするビジターゲーム用に都市名を入れている。1880年代にはポジションごとに異なる色や柄のユニフォームを着用し、ストッキングの色のみで所属チームを識別するという試みも行われたが定着しなかった。1888年にはナショナルリーグのデトロイトウルバリンズとワシントンナショナルズ、またアメリカンアソシエーションの ブルックリンブライドグルームスが初めてストライプのユニフォームを使用した。ブルックリンブライドグルームスは1889年にチェック柄のユニフォームを使用し、それを1907年と1916から1917年に復活させた。サテンのユニフォームは繊維の光沢がより光を反射して見やすいので、 ブルックリン・ドジャースを含む複数のチームによってナイトゲーム用として採用された。19世紀の終わりまでに本拠地の野球場での試合用と相手チームの球場での試合用の2種類のユニフォームを使い分けるという慣習が定着した。ホームでは白いユニフォーム、ビジターではグレーや無地の紺、黒などのユニフォームを着ることが一般的となった。 この週刊の初期の例として1907年にビジター用として青いデザインのユニフォームを使用し始めたブルックリンスーパーバスが挙げられる。1916年にはサンフランシスコジャイアンツのビジター用ユニフォームに紫の線のタータン柄が登場し他の種類のビジター用ユニフォームは無地の紺もしくは黒の生地で周りが白いものだった。カンザスシティアスレチックスのホーム用 ビジター用のユニフォームは1963年にチャーリー・オー・フィン・リーによって金色と緑色に変更された。一部のチームは1970年代から1990年代初頭にかけて水色のビジター用ユニフォームを使用した。初期のストライプ模様はユニフォームの長さに合わせてピンストライプと呼ばれる長いストライプ模様に発展した。 1907年にメジャーリーグの一部のチームが初めてこのピンストライプを採用し監修がよりはっきり選手たちを見えるように1912年に広まった。試合用のユニフォームには選手を識別するために背番号が入れられる。プロ野球においては個人名を入れることも一般的である。1916年には クリーブランド・インディアンズが初めてユニフォームに番号をつけた。番号はホーム用ユニフォームの左袖だけに付けられた。1929年にはニューヨーク・ヤンキースとクリーブランド・インディアンズが初めて番号をユニフォームの背中につけた。1932年までにメジャーリーグのすべてのチームが選手たちのユニフォームに番号をつけるようになった。 1952年にはブルックリンドジャースがユニフォームの前面に番号をつけた初めての野球チームとなった。背番号は通常1桁ないし2桁だが日本プロ野球で育成選手として登録される選手は3桁の番号をつけることになっている。メジャーリーグのチームは外して春の練習でレギュラーシーズンのロースターには登録されそうにない選手に数字が 大きい番号を割り当てる。したがって、数字の小さい番号は、一流選手の証と考えられるが、数字の大きい番号を好んでつける、ベテラン選手も、少なくない。50代以上の背番号で、アメリカ野球伝道に、伝道入りした選手は、ブルックリンドジャースとロサンゼルスドジャースで、53をつけたドンドライスレールと、シカゴホワイトソックスで72をつけた。 カールトン・フィスクの二人である。オークランドアスレチックスの野球帽1840年代から1870年代にかけては被り物に関する公式なルールがなかったために野球選手は様々な種類の帽子を被ったりもしくは何も被らずにプレーした。この当時に使用された帽子の例としては前面に縁がある麦わら帽子のカンカン帽、乗馬用ヘルメット、キャスケット、 頭頂部が平らなピルボックスキャップなどが挙げられる。1979年、ピルボックスキャップをこむるピッツバーグパイレーツのウィリー・スタージェル。1860年前後にブルックリン・エクセルシオールは現代の野球棒の原型となる丸い形状の頭頂部とまびさしという独特の特徴を持った帽子を導入した。1870年代には円頭部に 水平のストライプが数本あしらわれたピルボックスキャップが多くのチームで流行した。しかし20世紀の初頭までにはブルックリンスタイルと呼ばれたエクセルシオール型の帽子が一般的となり1940年代にはほぼ現在と同じ形状の野球帽として定着した。クラシカルなピルボックスキャップは1916年のニューヨークジャイアンツなどいくつかのチームで 散発的に復刻されたが、長くは定着しなかった。1976年には、ナショナルリーグ創立100周年を記念して、ニューヨークメッツ、フィラデルフィアフィリーズ、ピッツバーグパイレーツが、ピルボックスキャップを復活させているが、特にパイレーツはこの帽子を廃用して1979年のワールドシリーズを制し、その後も1986年シーズンまで採用しており、 パイレーツは野球におけるピルボックスキャップの代名詞とも言える存在となった。ピルボックスキャップは日本においても大阪府立市岡高等学校や愛知県立朝日川岡高等学校などが伝統的に採用している。ピルボックス帽に襟付きのシャツをまとった1904年のニューヨークジャイアンツ。長袖、半袖、七分袖が混在している。初期のシャツはリエ襟で、 長袖の当時一般的であったスポーツシャツのスタイルを踏襲しており、ネクタイを配用している姿も確認できる。1860年代にはチームのイニシャルを中央に施した胸当て付きのシャツが流行し、その後紐で編み上げるスタイルを経て、1900年代には今日まで続くシングルブレストでボタン止めのスタイルに落ち着いた。1920年代には ジッパー式、1970年代には、ボタンなしのプルオーバータイプが流行したが、現在はまた伝統的なスタイルに回帰している。当初は長袖をまくり上げて着用していたが、1900年頃には7分袖程度となり、その後半袖や袖なしへと発展していく。ユニフォームの下には、下着としてのシャツを着用したが、これは今日に至るまでアンダーシャツという様式として、 残っている。折リ,リは1910年頃、立リ,リも1930年代にはほぼ消滅しているが、日本においては、現在も短い立リ,リを付与する例が少なくない。生地はウール、またはコットンのフランネルで、後には腐白も用いられた。かつては首回りと前立てに補強のための当て布が施されたが、素材の変化と共に省略されるようになり、 現在では俗にラケットラインと呼ばれるパイピングにその名残を止めている。1970年代以降はポリエステルのダブルニットやメッシュ素材が用いられるようになり伸縮性や通気性が格段に向上した。2000年代以降はアンダーシャツにコンプレッションウェアが用いられるようになり、旧来のものとは着用時の見た目が大きく変化している。 ニューヨークヤンキースボブミューゼル1921年2010年代の主流であるルーズな着こなしクラシックスタイルとストライプの復権ィクソンマッチャド2017年に野球用パンツは湿気丈でダブダブのいわゆるニッカボッカが本来のスタイルでありこれに厚いストッキングを組み合わせることで運動時の機能性と安全を両立させるという考え方から誕生している しかしこの原則は丈夫で伸縮性に富むダブルニット素材が開発された1970年代以降は無意味なものとなりユニフォームの着こなしは大きく変化した。伝統的なスタイルは様式として残存しているもののパンツに関しては個人の好みや時代による流行の変遷が著しくなっている。1970年代には 多くの球団がベルトレススタイルを採用したが、一時の流行に止まり1990年代にはほぼ見られなくなった。一方でパンツの丈はストッキングと反比例するかのように下がり続け、その結果としてストッキングの柄が露出することがなくなったため、ストライプなど独自の衣装を配することをやめてしまったチームも多い。 1990年代にはついに足首までぴったりとフィットしたスタイルが主流となり、ストッキングは完全にその役割を失った。2000年代からはルーズなシルエットのパンツが流行し、広がった裾がスパイクを覆い隠すようなスタイルが主流となっている。大半のメジャーリーガーが着用していることから、このルーズなズボンはプロフレアと呼ばれている。一方でこうした流行に反旗を翻し、 クラシックな膝丈のスタイルを愛好する選手も黒人選手を中心に一定数存在し2010年代以降は若い選手を中心として徐々に増加している。また復刻版のユニフォームを着る場合はそうした服が着られていた時代の雰囲気を作るために通常はルーズな着こなしをする選手もクラシックスタイルを取るのが一般的である。 アブミ型のストッキングの重ね履きにもリバイバルの兆しがあり、多くのチームでストッキングのストライプが復活している。さらに近年の MLB ではパンツの裾を膝上にまで上げる極端な着こなしを行う選手も登場している。八枚ハギの浅い帽子、襟付きのシャツ、足首の白いストッキングなど、 クラシカルな特徴を残した早稲田大学のユニフォーム、最初のプロ野球チームである、シンシナティレッドストッキングスの影響もあり、黎明期のプロ野球において、ストッキングの色や柄はチームを見分けるための、目印としての役割があった。シカゴホワイトストッキングス、セントルイスブラウンズ、さらには現存する、シカゴホワイトソックス、ボストンレッドソックス、シンシナティレッツ、 デトロイトタイガーズなどのチーム名は、ストッキングの色に由来している。野球が始まった、当時のストッキングは染料に、有害な成分が含まれており、皮膚がかぶれたり、試合中の怪我などで、これが、血液中に入り健康被害を及ぼすことがあった。そのため前後がカットされたアブミ型のストッキングが1910年、頃に発案され、染料を含まない。 安全な白い木綿のストッキングの上に重ねて履くスタイルが誕生した。古くからの伝統的なチームのストッキングの下部が白いのはこの当時の名残であり、下に履いたストッキングとの境目を目立たせないための工夫であった。おおむね1950年代まではこの形式が継承されたが小口の開口部は徐々に広くなり、 足首より下を白くするスタイルは1960年代にはほぼ見られなくなる。白いアンダーストッキングを見せる履き方が一般的になると以降はその露出面積が加速度的に拡大し1980年代にはガーターベルトのような紐だけのスタイルや重ね履きに見えるようプリントされたフェイク製品まで出現するようになっていった。二枚履きの意義そのものが 当の昔に境外化していたこともあり、2000年代以降は1800年代と同じように、白い部分の存在しない単色のストッキングの一枚履きが一般的となっている。公認野球規則において靴やベルトはユニフォームの一部とはみなされておらず、色や形についての規定はない。しかし、日本の高校野球などにおいてはその色や光沢についてまで厳格に定められており、 プロ野球においても色だけはチームで統一することが一般的である。1950年代までは基本的に黒色以外製造されていなかったが、1960年にカンザスシティアスレチックスが白い靴を採用し、その伝統はチームの本拠地がオークランドに移っても受け継がれた。それ以来多くのチームはチームカラーと一致する色の靴を履くようになっている。 小字体の E の文字が描かれたブルックリンエクセルシオールのユニフォームジムクレートン1860から1862年、ゴロごく初期には最初のプロ野球チームであるシンシナ・ティレットストッキングスに習って胸の部分に小字体でイニシャルを配するデザインがよく使われた。このスタイルはデトロイトタイガースに残っており、彼らのホーム用シャツにはゴシック体の D が書かれている。 ニックネームはメディアがつけた非公式なものから始まったが、1900年代初頭には、これを市場戦略の一環として積極的に取り入れ、マスコットキャラクターとして採用する例も登場し始めた。初期の例としては、1901年のデトロイトタイガースの帽子に赤い小さな虎が描かれたり、1907年には、 コグマのマークがシカゴカブスのユニフォームに描かれたりした。1930年代までにほとんどのチームがホーム用シャツには独自のロゴを用いたニックネームを書くようになった。MLB において現在も伝統的にホーム用ジャージーに都市名のイニシャルを表記しているのはニューヨークヤンキースとデトロイトタイガースの2チームのみである。またビジターゲーム用のジャージには 都市名を明記するのが通例であるが、近年では、ビジター用にもニックネームのロゴが使われるケースが見られるようになっている。日本プロ野球のケース日本の職業野球においても、当初はアメリカの監修に従い、胸マークには小自体のイニシャル、都市名、ニックネームなどが記された。しかし当時は、フランチャイズ制度が導入されておらず、同一都市に、 複数のチームが並存していたため、親会社やスポンサー企業の名称を球団名とする例も多かった。第二次世界大戦勃発後はメディアにおける適正語の使用自粛が進み、英語のニックネームや識別が困難となる都市名表記は完全に姿を消した。戦後になりホーム用ではニックネームを表記する習慣が定着したが、 ビジター用のユニフォームに都市名を表記するチームは一部に限られテレビ中継の開始により広告宣伝としての価値が認知されたこともあり企業名表記が日本における標準となったこれは2000年代以降のフランチャイズの地方分散化地域密着戦略による都市名標榜の再評価まで続いた公認野球規則はプロ野球のユニフォームに 企業の商標等を入れることを禁止しているが、日本のプロ野球においてはその規則を適用せず、球団の親会社やスポンサーのロゴやメーカーの CI などを入れている例が多い。日本野球機構管轄のプロ野球では、ユニフォーム広告が2000年10月31日のプロ野球実行委員会で解禁が決議されたが、その仕様には細かい規制がある。メジャーリーグでは、 公式戦の期間中に限定ユニフォームで試合を行うことが日本に比べて多い。例えば、オールドタイマーズデー、ターンクロックデーなどと題して、旧デザインのユニフォームを着たり、あるいは同じ街をフランチャイズにしていたチームに敬意を表して、そのチームの復刻ユニフォームを着用して試合を行うことがある。復刻されるのは、 必ずしもメジャーリーグのチームとは限らず独立リーグやニグロリーグのチームの場合もある。また復刻版のほか、軍港のあるサンディエゴを本拠地に持つサンディエゴパドレスは毎年4月の一時期、明細服を模した特別デザインのユニフォームを使用している。日本では2005年より始まった交流戦において阪神タイガースが旧デザインのユニフォームを着用し好評であったことから、 交流戦を中心に限定ユニフォームで試合を行うチームが増えている。特に2008年は各球団で創設からの節目の年になることが相次いだため復刻版ユニフォームが一気に広まった。基本的にはホームチームのみで行う場合が多いが相手チームとの合同で復刻ユニフォームによる試合を行うこともある。また、 カラースキームなどが相手チームのビジターユニフォームと似通ってしまう場合にはビジターチームがホームユニフォームを着用することもあるがサッカーのように厳密に規定されているわけではないオールスターゲームなどのイベント時には限定ユニフォームが用意されることがあるまた練習用ユニフォームなど公式戦では使用しないユニフォームを用意しているチームもあるシアトルマリナーズなど一部のチームでは ホーム用ユニフォームを数種類用意し、試合ごとに選手の希望で好きなデザインを選んで試合することもある。あるいは、特定の曜日のみ、特定の期間限定として着用するユニフォームを用意しているチームもある。同一チームの選手及びコーチは、同色、同型、同衣装のユニフォームを着用すること、ホームゲームのチームは白色の生地を使用すること、 6インチ以上の背番号をつけることなどが公認野球規則で定められている。規則の適用はリーグによって異なり、プロにおいては袖が他の選手より長い例やズボンの長さや太さの異なる選手も多く見られる反面、日本の高校野球のようにナイキによって非常に厳しく規制される例もある。アンダーシャツに対して色は規制されているが、材質、形状は 選手間で異なる場合が多い。試合前や終了後は上からスタジアムジャンパーを着用することもある。ユニフォームの着用義務は選手とコーチのみで監督についてはこの限りでない。20世紀前半の MLB の名監督、コニー・マックは背広姿で指揮を取ったことがよく知られている。ユニフォームのズボンを膝下まで引き上げ、ストッキングを見せる着こなしのことを 黒人初のメジャーリーガー、ジャッキー・ロビンソンの履き方にちなみ、ジャッキー・ロビンソンスタイルという。アマチュア野球まではソックスを見せるタイプが多いが、現在のプロ野球ではソックスを隠し、パンツの丈を長くするスタイルが主流である。落合博光によれば、このスタイルを NPB で一番早く導入したのは、宇の勝さであったという。ソックスを隠すのは、だらしない。 正式でないと見る人物もおり、1995年、千葉ロッテマリーンズの GM に就任した、広岡達郎が、監督以下全コーチ、全選手にソックスを見せるスタイルに統一することを義務付けたほか、東北楽天ゴールデンイーグルスの2軍は2011年に一軍監督に就任した、星野千一の指示によって、ジャッキー・ロビンソンスタイルに統一された。2006年の公式戦において、 北海道日本ハムファイターズの新女が一人だけ襟付きアンダーシャツを着ていたことが問題視され、翌日から着用を取りやめるという出来事が二度あった。2020年1月25日現在。ありがとうございます。